せいちゃん結婚してありがとうありがとう,がとう熱いよ熱いありがとうお茶のプレゼント <laughs> せいちゃん結婚してありがとうせいちゃん <laughs> もっと仲良くなろうね <laughs> ありがとう マミーですマミーからお茶のマミーがお茶のプレゼントをしてくれましたそう一部出演ですね一部出演になります急遽だけ一部でお願いしますあやんさん神ありがとう竹まつるさんラブありがとう を待ってます。確かに二十歳になった初公演なのかな。確かにそうなんかもしれなあ、見守りありがとう。<laughs> ありがとう。こんばんは。今日は何の日か。え、何の日。<laughs> ニナニナニニーナい <laughs> いいいニーナの日 <laughs> なんだなんだっけこんばんはお母さんの声似てる本当初めて言われたかもえ、これ可愛いよねこのニットお姉ちゃんの盗んだ <laughs> お姉ちゃんんのニットなんですよちょっと大きいんだよねタートルネックがだからちょっとセクシーここだけ見たら <laughs> 下着てるけどちゃんと可愛い,いでもこのちょっとちょっと大きい大きいめ大きめタートルネックタートルネックタートルニット形が可愛い,い色が可愛い,いこんばんは。 お疲れ様。お疲れ様。今日は結婚行列してもいい。何その日、ダメだよ、はるはる。なん <laughs> でそんな。今日オッケーの日なの。あ、二月一日じゃ、嬉しい。嬉しい、待ってるね。<laughs> 嬉しい、当たった。そう。まるまるさん、めっちゃ可愛い。 ありがとう休校の日とかあるの <laughs> 何それ <laughs> ねえ春って約束がなくなっているじゃんエブリデイ行列になっちゃうよ。こんなのじゃリオさん可愛い,いありがとうやっぱこちょっと物申させてほしい <laughs> やっぱさなんか久しぶりにある方がさワクワク感ワクワク感増えないなんか毎日行列 OK よりさ春春次は春次春楽しみにしとこうとかの方がさなんかワクワクしない。ワクワクしませんかだから春春推奨します私は <laughs>。って言っても。 始まっているが急婚が冷やしさん結婚してありがとう <laughs> じゃあ今日はうん赤べ <laughs> 断ことある日ひぐとさん結婚してありがとう <laughs> えー、えー、いや けら山さん結婚してありがとううんっもっとじゃあもっと2年後に2年後に出直してこい <laughs> いやそういう日じゃないんです今日は。 くんさん結婚して、ありがとう。立ち。引 <laughs> っ叩<ぱ>く。慎吾さん結婚して、ありがとう。ええー。結婚したくない。リオさん結婚して、ありがとう。うん。嫌だべ、べ。<laughs> くんハートありがとう熊田パパさん結婚してありがとううーん浮気しそうだからやだ <laughs> いや毎日ワクワクいやいや年に4回ある楽しみをワクワクって言った方がいいよ春夏秋冬の方がワクワクワク,ワク毎日ワクワク いや日に日になんて毎日してたらさワクワク度ワクワク度減っちゃうよワクワク度気持ちを止めることなんてできないな <laughs> そんなケ <laughs> イさん結婚してありがとうえー、うーんえー、いや <laughs> そアバターみたいに大仏になっててください <laughs> レア君かわいいありがとうあ二2個当たった嬉しい嬉しい待ってるね <laughs> オープニングアクトと四国待ってる今日はことある日 ョロ結婚してありがとうありがとううんじゃあ100万円の指輪買ってこいエステヨさん結婚してありがとううんもっと愛を伝えろ <laughs> そんなんじゃ結婚結婚せんよ <laughs> はさんもちありがとうこんばんはレアくん結婚してありがとううんいやフフフさん結婚してありがとうじゃあ 10年,後で <laughs> 10年後迎えに来てくださいゆうさん結婚してありがとううーんじゃあじゃあうーんデコピンすうん結婚したくないからデコピンしちゃうょう <laughs> <laughs> さん神ありがとう あれだ。<laughs> 今日こんな日も、こんな日もあってもいいんじゃない。断る日。今日は。断るもネタが <laughs>。<laughs> あ、ひまわりさん結婚して、ありがとう。うーん、じゃ。 じゃあバラの花束100本持ってやり直しレふくんラブありがとうリモさんキラキラありがとうえ今日最初に千穂ちゃん何回も撮って写真撮ってもらったらめっちゃよかったえー、そうなんだすごいすごいカメラマンさんかな お気を付け,けよお帰りなさいのし <noise> さん下校時代ありがとう <laughs> ちょっとストップだよもうまだ終わってないあもうちょっとだあと二人のしさんえーっとじゃあ うんえー、結婚式の会場一緒に探さない <laughs> すごいことあり方 <laughs> い,いや。 物は結婚してありがとううんいやだ <laughs> 純粋普通バージョン <laughs> え嬉しい前頭線い嬉しい,嬉しい待ってるね <laughs> ありがとう。ありがとうさん結婚かわいいありがとうじゃあラストねこれ照井さん結婚してありがとうありがとううんうんじゃあもう嫌だって顔に書いちゃうぞペンで書き書き書き。<laughs> 今日は断る編でしたありがとうございました <laughs> こんばんはループダメよ並び直しもダメよ <laughs> あ。京都で舞妓さん体験 京都で舞妓さん体験知ってるあれだよねなんか着物とかも着れるよね京都ってあ今日りんごあったんだよじゃん突然の突然の結婚してでりんご出し損ねちゃったりんご出し損ねちゃいました突然の結婚してで。 四つ。りんご。いただきます。うん。美味しい。 こんばんはルイさん神ありがとう <laughs> <laughs> おありがとうまゆこさんちの向かないさんって原作漫画そうなんだ原作漫画があるんだ今ね Netflix 限定でドラマをしてるらしいです うん、昼三時ありがとう一文なんですけど頑張ります頑張ります,りますかとえっ待って見てみるねあとでツイッターありがとう 見てみる。髪カット、加工してくれてたやつ。そう。頑張る、頑張ります。ありがとう。三十日。こんばんは。そうめっちゃよかったね。確かに衛星回るみたい。行くよ いいよと。こんばんは。ねえ。一部はどこに出演するかは言えないかな。<laughs> ちょっと言っといて書か,分かんないから言えないけど。もうお楽しみということで。 平日出勤の五時起きえーそうなのきゃ朝早いね大丈夫そっか頑張ってください頑張ってね五時起き枕元に現れましょうか五時に <laughs> こんばんはそうなんかね今お家にねいっぱいリンゴがあるんですリンゴが大量にあって真っ赤っ赤の美味しそうなリンゴがそうなんか あのお母さんがりんごを買ってりんご買ってりんご買ったこと忘れてまた買って買ったこと忘れてまた買ったんだって <laughs> そうそれでそれで今りんごがいっぱい冷蔵庫開けたらいっぱいあって。 なんでこんなにあるのって言って真っ赤っかで美味しそうなリンゴがそれで今日は切ってもらったリンゴなおさん、ハートありがとうこんばんはあ、昼当選嬉しい嬉しい <laughs> 嬉しい、みんなの当選たくさん聞けて嬉しい2月11日 大病院選挙見てないよねそれ見てないよあのね「星降る夜」に「星降る夜」にだっけあのドラマもちょっと面白い手話のやつあっサインを手に持って構えてますありがとう <laughs> ありがとうございます夜ですねうんうん夜配信 そう。あゆえか、ね、<laughs> 二度寝する意味ない <laughs> 私が現れるステイドキューラリンゴで支給されるって本当ですかすごいそんなメルヘンチックな世界 <laughs> リンゴ何個分 <laughs> そうやっちまってるよね アップルパイ食べたいそう天然えば、ー、どうなんだろうどうなんだろう私、ね、おばあちゃんだと思うんだよねちょっと抜けてるっていうかちょっとなんか抜けてるなって部分がたまに出るのおばあちゃんとかのがわ割とちょっと天然なんですお母さん方のおばあちゃん お母さんからお母さん方のおばあちゃんとか結構天然天然な感じそうこんばんはクロ <laughs> さんお疲れありがとうお疲れそうデザート当分リンゴかもしれない 今日広島え雪すごかったもうビュービュー <laughs> ビュービューでしたよすごいビュー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 に吹いてたよビュービューあー。<laughs> うんうんあさっきいいなそう広島の食べ物屋さんえなんだろうなおすすめうんえなんだろうな 甘いもの建カヌレとか美味しいよ <laughs> 広島駅の中にあるんだけどそう広島駅の中だから多分お店の場所も分かりやすいかもしれないえ何だろうなおすすめの食べ物えー、でもえ何でも美味しいんだよな <laughs> 無難だけどでも広島にしかないお店の方がいいよね無難にだけどお好み焼き牡蠣は絶対に美味しい牡蠣は好き嫌いあるかもしれないけど建物マチカナでね鉄板だよね美味しいよねあれあとは揚げもみじとかもみじまんじゅう系も美味しいし美味しいうんあ揚げもみじもねあるんですよ広島駅のところに。 そう。発展堂いいね、発展堂美味しい。ねえ、寒かった、今日も。吹雪だったよね。雪のね。もう。車乗って,て。て市内の方。行ってたんだけど。車乗って、吹雪の中こう。お母さんが横にこう運転してるよ、子育てて。横断歩道を渡って。 で帰っっててるる学生の子とかが自転車乗ってるんだけどもうね自転車を向かう向かい風かその待ってた女の子が自転車乗ってて自転車がこう自転車でその子がこう行くとしたら風とか雪はこう吹いてんのね <laughs> だからもう女の子が雪と風と戦いながらこうやって自転車乗ってるのを車から見てて。 うわあと思って大変だ頑張ってくださいと思ってた絶対寒いし絶対もう辛いよね雪と風の向かい風なんかもうつら辛すぎるよね寒いしね顔にもあったかかっちゃうだろうしそうあ寒そうと思って今日気をつけてと思いましたそう立ち向かってるのをちょうど見かけて 昼4時5時あたりが結構ふぶいてたねえお行ってみてくださいあ広島のカレーパンねあの宮島にあるカレーパンが市内にもお店ができてた最近韓国系のグルメ最近ハマってるかもなか確かにねいっぱい行ってるね前々から韓国系のグルメ割と好きって言ってよ 好きなのは好きだったんだけど確かに何か食べたいってなってるんかもお腹が今そう提案しちゃう今日この前の家族で食べた韓国屋さんのもあれもなんか「ご飯何食べる?」ってなって韓国なんか行きたいと思ったのあそこのお店に「行きたい!」って言って提案してみんなで行って今日のお肉もそう 食べたいと思ってお母さんに今日夜ご飯チキンがいいって,って買ってもらって食べましたそれみんなでそう美味しいんだよね韓国チキン美味しい好きなんですあそこのお店のねえ猫ちゃん6匹えすごいおめでたい すごいたくさんたくさん飼ってるよねだよねかわいい絶対無事いっぱいね無事に生まれてきてくれてよかったね猫ちゃんそう目開かないよね絶対そうまともに焦げないよね多分ね追い風ってね風でも結構追い,追い風向かい風か向かい風ってううってなるけど プラス雪ってねしかも結構ふぶいてたから <laughs> 結構なふぶきふぶきの中だったええー、こんばんは UFO チキン美味しいよね UFO チキンはアルメ好き周りにチーズがあるやつだよね何回も食べたことあるそうでも私がその今日行ったお店行ってるあそこの韓国チキンのお店のヤンニョムチキン全然辛くないんですよなんか甘辛と 辛いみたいな甘辛と辛いやつが選べて甘辛を食べてるんだけど甘辛全然辛くなくてめっちゃ美味しく食べれるんですよねあそこのヤンニョムチキンだっっけそれもあって好きですあのお店全然そう辛いのめっちゃ苦手な私でも普通に食べれちゃう「めおこうちゃんハートありがとう」 今からでえ免許ねで、ね、免許行ける行ってない <laughs> 今週行こうと思っとったけど雪雪の影響と今日行こうと思ってたんだよね本当はそうでもちょっと今日行けれなくなっちゃってやばいもう2月 <laughs> 2月になっちゃった 待って先の先送り先送りしすぎてる免許二月だね二月だ <laughs> もう今週行く気ままだったのにまさかの雪雪たちに幅ちょっと雪のえ雪雪の影響がすごい大きかったです今週は行こうと思ってた日があと九レッスンとかが 何回か入ったりしてみなみの家電さん神ありがとうこんばんはねあ汁シルヌスタ,ンタンンも美味しい私は辛いの食べれないけどシルヌスタ,ン,タン,ンも美味しいですね広島パルコの裏に韓国料理屋さんあそうなんだ でもね今いっぱいあるよね韓国料理屋さんしないのいやほんと忘れやばい大変すぎるそうだね期限切れまだ切れないから2月はまだ大丈夫だけど2月に12日は本当に行かないといや <laughs> こんなにさ取ってからさ免許センターに行くまでがこんなに時間かかっちゃうと思わなかった大変だ大変 そうまあねそうだねテスト頑張って受けて普通免許だよ普通の免許。 <laughs> 返すしだけで替え玉で <laughs> 絶対許されない替 <laughs> え玉初めて聞いたほんとね年内中に免許取れたいって言ってたのにいやさすがに1年だよねだってねそれはないで多分2月には取れる YZRA7223 貯金さんこんばんはありがとうそれはないで それは阻止しなきゃそれは阻止しなきゃいけないそうだね1年だからそれはねとかって思ってたらいけないからでも2月までには絶対に取るそれはもう決めてるうさん神ありがとう2月2月中には取らにゃ 免許を取り始めてから。いまだ一年は経たないのよ。しゅ。五月に行き出して。五月に。行きだしたんよ。免許の、あの。場所に。あの場所に。ま、学ぶ場所に。学校か、学校に五月に行きだしたから。それまでにはと。とけたいよね <laughs>。 1>, <laughs> 1年かけて免許取得したことになっちゃうからそれまでにはそうなんですよ5月に通ったの5月だったんだけど初めのなんかあんまり意外といけるもんかといけるもんかと思っててその予定的にねスティー入ってどんな風うに毎日毎日。 てていくくのかかわらなくて5月ぐらいにその学校に入ったんだけど意外と夏それなりにちょっと忙しくってなんか行く機会をうまく作れず <laughs> だから初めの何ヶ月間は入って入ったんだけど全然行かなかったのそう全然行かなくってうまく時間作っていけれなくってで やばい、さすがにやばいぞってなって教習所だそれだ8月ぐらいからちゃんといかんとちゃんといけようになったというか <laughs> 時間作ってちゃんとこう通うようになったなって12月に撮れました、ね、<う>村石さん神ありがとう 午前中しか免許センターの試験受けれないっていうのがまたそれがねちょっと予定と合わせにくいんですよねあと場所も遠いから免許センターの場所ってでも2月中には確かに学生のメンバー学生の人とか多くなるのかな2月ってえ二2月まで取りあ多そう いやでも2月から多分教習所に行く人が増えるから免許センターだから2月中にとったらまだ大丈夫かないや分かんないねいやでもおったかも高校生の子何人かもうすでに自分12月ぐらいから11月ぐらいから高校生の子おったかもしれない。 オンンライン話すかリハースで初見さんに初見さんじゃないでしょだって <laughs> えー、ありがとうって元気にって話す <laughs> お疲れ様そうそうお披露目ぐらいの時期ぐらいに撮ったかな撮ったっていうか行き始めた免許線免許線ってさ社交 そうなんや、ね、早く免,免許取って乗らんとやばい感覚忘れる忘れやるどんどんそ <laughs> うなんよねどん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 忘れるけん <laughs> 早く取らんといけんほんとにうんこんばんはペーパーにはなりたくないなせっかく頑張って取ったから。 でも多くなるのか二月からこんばんは仮面合格までえ、そう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 だよね仮面合格までそう !3 期生3オーディションそうそうそうショールームがねショールーム審査が始まりますこんばんは卒業シーズンだ 春休みでも3月ね三3月が多そう3月がすごい一番多そうでもそっか18歳になっとったら免許,せん免許センターじゃない社交には行けるけん誕生日早い人とかは全然学校行きながらでももう進路が決まっとったりしたら行ってる人いるのか内緒で 3月遅いうだね2月2月内だね撮るなら行くなら絶対に2月内には撮りたいそう免許センターはねなんであんなに遠いんだろう <laughs> もっと市内に作ってくれたら浮かんだのに遠いちょっと遠いんだよねでも2月からお母さんがね あの2月はお仕事がお休みなんですよっていうそうだからお母さんに朝送ってもらえれるようになるからもうお母さんに「朝送ってあげるから2月に取りなさい」って言われた <laughs>「ああ本当って <laughs> そう言葉に甘えてなのでもう2月に行こうと。 正太郎さんキラキラありがとうこんばんはそうバスねそうなんだよねバスしかないバスセンター行ってバスだよねしかないよね やっぱあるあるなんだどこもそうなんだそうなんだねあ走るコースとかあるの行ったことえ <laughs> そうなそれはじゃあ確かに作れないんだ中心街に確かに知らなかった行ったことないかも私免許センター初めて行くそれはあれだ 現月は時速50キロ走行していけね××バツ, <laughs> バツです×バツですね30じゃないっけね三30だよね車は最大60 <laughs> 時速系はいける覚えてる、またあ、オンライン話かい <laughs> 行ってらっしゃいちゃんと全部報告してくれる小声だけど <laughs> いいね内緒で行かずに報告いつもありがとう ねねね敷地が、ね、いるんだ、ね、私バックできないよバックバックできる自信ない私あの道端で免許の教習内ではバックのやり方を覚えたけどでもあれもさなんか横に柵とかがあったからできたんですよ柵がないとできない私バックそこらなんかスーパーとかおうちのなんだろうあれおうちの自動車置き場 駐車場とかバックできる自信本当になくってバックが一番怖いどうしようみんなもこんなんでしたもう私だけかなと思っちゃうもう免許取れるのにめっちゃ怖いよバック当分できないかもバックだけバック以外ならできる自信で,できる自信はまだあるんだけど そうあっそうなんだ観音の方があれだねよさそ,うそう便利そうだね場所的に仮面えでもねあれなんだよ仮面あるけどなんかね仮面なんとかなんとかみたいなやつをつけなきゃいけないんですよ車に前後ろあれつけないとねそうお家でもあれつけたら乗れるんだよね あのお母さんとかに横乗ってもらったら車運転する時はシートベルトとうとうしなくてもよい罰です <laughs> ちゃんと後ろもしなきゃいけないシートベルトは合格しなきゃあっあったあったそんな感じモニターにいやどうだったかないや えモニターでもそれも見たことあるけどあの口頭でも言われた全員合格ですみたいな感じでいかだね時速180キロで走行可能であるかば丸か丸どんな問題 <laughs> 私が時速180で走ってたらもう <laughs> ネットニュースになる <laughs>。 何者かがとてつもない速さで走っていきましたあの物体は何でしょうっおっとお岡田あずみでした捉えられる宇宙人宇宙人かなんかだと思われて私が180キロで走ってたら <laughs> 助手席の後ろに手を添えたらあそうなんだ そそううカメラねそう家のう運転してるあのカメラっていうか車ついてるんよカメラがあれ見たらいけるかなと思うけどねそうそれを見てバックしたこともないから怖いあれ見たら意外といけるのかな S 字クランクは割かしそんなにあれ不安じゃないかなバックの方が不安かもしれない車庫入れい怖い。 方向転換ギリーナクエンえ怖すぎる絶対運転できん私絶対運転できんそれはえでもね早く取りたいよね免許免許取って私やりたいこといっぱいあったのにこんなに先延びでもさ先延ばしになっちゃうと思わなかったな免許免許取ってやりたいこといっぱいあったのよ でもゆっくり春ぐらいにちょっとしようかなちょっと暖かくなって瀬戸内をねあのお母さんかお姉ちゃんか誰か一緒に横に乗せて車で瀬戸内を車で巡るっていう <laughs> 途中でお母さんとかと交代交代たりしながら自分も運転できるからさ自分も運転して途中で変わったりしながら瀬戸内を車で回ってっていう。 旅をねすっごいしたくっていろんな場所に行きたかったの瀬戸内なら行けそうじゃん車で車で行けそうだからさ距離的にもっていうもうやりたいことだけが先もう先にあって「<laughs> やりたいやりたいやりたい」あ、すごい思ってるんだけど結局ね2月になっちゃった「クロさんかわいい」と「ラブありがとう」 そうまずは四国行きたいかな初めは四国行って四国の何県かななんか一日全部じゃなくて今日は何県に行く次の日に何県に行く何県に行くみたいな感じにしたいんだよね四国一日 泊りりとかじゃなくて、日帰りでで、その四国と中国中四国ここの人チちの7軒を全部行きたい6軒か広島にいるからどこかなこんばんはでも四国に行くっていうのはね考えてる。 そう、ドライブみたいな感じかなそうそうそう、ドライブっぽい感じであ、島カ海ドえ、島カ海ド走ってみたいめっちゃそうだね、雪がないときに春だな春行こう、春に行こうかな春に行きたいな山賊も行きたいよねあ、今住、ありがとう見てくれて スケモさんバラありがとうドライブね行きたいしたいバーチャルモンスターさんハートありがとうこんばんはありがとうお疲れ様 <laughs> 愛媛かな愛媛に行こうかなそうそうなんよね四国はすごい。 そう四国四国メンバーにもなったしちょっと四国についてねたくさんちょっと詳しくなりたいんです <laughs> 自,分の自分で四国を巡って四国のいいところを自分で見つけたいんですよね。頑張って撮ろうそう思うとねちょっと頑張ろうって思える。 免許を取ってやりたいことがあると2月2月になったらすぐ行こうねえ 道後温泉行きたい。あ、うどんね。そう、行きたいとこいっぱいある。四国、愛媛、香川、徳島、高知。うん。確かに。 頑張って美和子ちゃんバラバラじゃない花束ありがとう。 確かに桜が咲くの確かに桜桜いいね確かに絶対綺麗だえ何それみかんジュース何それ美味しそうエンジェルロード行ってみたい <laughs> 全然わからないわからないことが多すぎる行ってみたい ね案内案案内 <laughs> 案内してもらう <laughs> 行きたいないろんな場所自然に恵まれたところうーん宇和島っていうのかなえー、いいなそういうの聞くとさすごいなんか はーってなるあの <laughs> 広がる夢あの、妄想が <laughs> 妄想が広がります楽しいぜ、楽しいあれしたいこれしたいっていうこんばんはでそういうのはね多分 OK うんそれでそうだねお仕事とかで使っちゃいけないけど現場に向かうとかはよく だめだけどシンゴさんキラキラありがとうワダチェンさん神ありがとうクロさん神ありがとうあ水族館もあるんだ佐田岬半島うん。えー行ってみたい いいなぁ私ね計,計画めっちゃ立てていきたいな <laughs> 計画立てんのよほんまによくないいやよくない計画割と脳計画脳計画なんて言うんだろうあんまりここに行くあそこに行くって決めずにざっくりとまあここら辺に行ってみようっていうのだけ決めていくのが癖癖なのかな そういうい感じでで行きがちでこの前の西条の時もノープランノープラン西条の時もめっちゃノープランで行っちゃったんですよねそうあっち行ってバタバタするだから <laughs> よくないんよ <laughs> あそう考えてそうなんよねちゃん,ちゃんと考えていろいろ行くとご飯食べるとことかもちゃんと考えて行くともっと良かったんかもしれんけど逆にノープランだとその。 見つけたトリュフ屋さんもあれも道歩いてたらそう、前になんか2人ぐらいあの家族で来られてる方がいてそれがその方がこう道沿いにこうめっちゃちょっとなんかこうお店の様子を見てたんですよ。で何してるんだろうと思って近づいていったらその店があって見つけた感じだからそういうのもね意外と楽しかったりする <laughs>。 ノープラン旅なんかその行き当たりばったりでなん,かなんとなく歩いてでも楽しいけど車で免許して他の県に免許してじゃないわ車で運転して他の県行って1日でその県を満喫するって考えたらそれなりに計画立ててここ行こうあそこ行こうっていうのはそれなりに立てとった方がいい気がするからこの前 この前はねそうめっちゃノープランすぎたんですよそう,そうだからもし免許取って瀬戸内どっか行こうってなった時はそれなりにちょっといっぱいあのいろいろ調べて行きたい場所と。 この,じこの順番でこのルートで行ってこうやって帰ってこようみたいなのはあの行くお母さんかお姉ちゃんかと決めてちゃんと行こうと思います <laughs>。じゃないとの方がいい気がする。でも行き当たりばったりもね楽しいよね。面白いこんばんばは サイコルフで旅えっ面白そうそれも <laughs> それも楽しそうめっちゃ目的地で決めていくドライブえー、でもいいな楽しそうめっちゃ何かね何も考えずに歩くそう楽しいでこの前のもう知らない場所の散歩めっちゃ楽しかった <laughs> ここを曲がったらどこに出るか全然わかんないけどなんとなく曲がってみようみたいな <laughs> 全然チーズ Google マップとか調べずになんかなんとなくこ,う右ここ右に曲がってみようかなみたいなここの細道ちょっと入ってみようかなとかってやりながらなんか散歩してあのそうそういうのもたまにはそういうのもあり。 かなって思ったリあくんペンライトのくまちゃんありがとうあのカフェめっちゃ奥にあったあそうなんだそう私はもう一回行ってくださいって言われたらいけないあそこのカフェの <laughs> お店 <laughs> どうやって行ったかわかんないんよ奥にあったんだあそうなんだ確かに大通りみたいなところじゃないなかったかもしれんあそこのお店 山口県のかなり手強いあ、そうなの手強いのどういう、どういう手強いなんだろうそうね、ざっくりとざっくりと決めとくといいかもしれないそう、うまかにあ、ありがとうございます、鼻垂頑張ります <laughs> ありがとう確か、道はね、道は絶対調べとった方がいいいいね 運転だしね、車だし。そうだね、それは必ずする。<laughs> それは必ずしよう。道の駅スタンプ、ええー、楽しそう。フラット旅。ええー。いいなー、フラット旅。フラット、ブラブラ。いいなー。 <laughs> 結局の <laughs> いやなりそう結局の一 <laughs> 人じゃないからお母さんかお姉ちゃんか誰かと一緒に行くのは決めてるからだから割とねお姉ちゃんとかはもう結構決めて調べて決めてもうプランというか計画立てていくタイプ。 ここを回ってあそこ回ってあっち行ってそっち行ってタイプですねそう知らない街楽しいよねえそうそれねっ自分でさちょっとおしゃれなカフェとか見つけたらちょっと嬉しくなる楽しあ見つけちゃったって気持ちになる <laughs> <laughs> いいのしら見つけちゃったって <laughs> うんそう道覚えてないんですよ私三毛かカオさんまでのもう一回でももう一回行きたいなそこグラマンさん「ピカピカ」ありがとう グラマンさんグーカはありがとう <laughs> あ初めての街でチセミナに目的地に行くチャレンジたまにありますえー素敵 <laughs> いいね面白そうめっちゃめっちゃ面白そうそれモネモネさんバラありがとう こんばんは道を覚えるえでも言ってたお姉ちゃんも車乗り出してから自分で運転するからめっちゃ道を覚えるようになったって言ってそう運転してるとめ道を覚えるらしいねらしいです。 だからいだいたい一回行った場所はなんか覚えるらしい覚えれるかな私 お父さん連れて,て <laughs> お父さんと弟はあのお父さんと弟はお留守番 <laughs> 女子旅です女子旅 <laughs>。 ええー、すごいお帰りなさい。九百キロメートル片道わかんないもうどんぐらいなのか九百キロって数 <laughs> 字だけで見てもどんぐらいなのかわかんないけどめっちゃかかりす…東京から広島でしょすごいなすごいすごい長い旅になりそう。 お帰りなさい。こんばんは。たぬきがいて。ええー、たぬき、繁華街。すごい。森の中じゃなくて。普通に道にたぬきがいたの。 言ないとこにもいともけないうん方向,方向には強いかもしれんもしかしたら分からんけど分かんないけど分かんないけど <laughs> でもさ携帯でさグーグルの地図とかあったりして。 めちゃくちゃゃく最近めっちゃ便利だからどこにどこにでも旅行行けるよねもう私どっちかというとあの広島市内もそうだったんだけど道新しい場所で何が怖いって電車とかバスとかに乗るのが怖いんですよ乗るのが怖くって昔広あんまり市内も行ったことないくらい。 中学生ぐらいの時はあんまり市内行ったらさ電車かさし路面電車とかさバスとかに乗ってどっかに行かなきゃいけないじゃん広島駅から。その、ま、間違えてバスに乗っちゃったらどうしようとかいっぱいあるじゃんいっぱい電車とかバスがある中の行き先を行く行き先が全然違うバスに乗っちゃって変な場所に連れて行かれちゃったらどうしようと。 思ってそれが怖くってなんか市内も特にいろんな場所行くのちょっと苦手だったんだけど最近さ Google ググマップさ行き先もさ検索したらさ何の何々線の何分のバスに乗ってどこどこで降りてっていう全部教えてくれるじゃん。あれ あれをね、持ち出してからあれを持ち出してからあれを知ってから私でもうねあどこにでも行けれるわって思ってそうどこにでも行けれるようになっちゃったあれでほうめっちゃ便利だよねバス教えてくれるのすごい便利だよねあれ親切すぎてそう何 そこまで行きたいけどバスに乗ってい,いかんといけんのは分かるんだけどその何のバスに乗ったらいいかっていうのがね分かんないんですよ全然そうそこがそれがね怖かった昔バス間違バスがバス苦手だったな電車はそんなだけどバスが一番苦手だったけど最近はもうへっちゃらピーになりましたバス乗るの。 Google マップ便利だよねそう確かに広島のバス広島駅になるとちょっと複雑かもしれないいっぱいあるもんね広島駅の南口とか特にこんばんは路面電車ね路面電車ね路面電車もあれも意外と複雑 Google のストリートビュースえそうなのえでもこの前見たよ Google のストリートビュースあのね車が走ってたの <laughs> 車走ってたの車自分も車に乗ってて後ろにおったんかな後ろにおったんかなんかなんか見たことない車だな何だろうこの車って思ったらその o g l e のストリートビュースを撮影する車だったが走ってて近くをえすごい初めて見たと思ってすごいあれ感動しましたあれ見つけた時。 こうやって撮ってて撮るんだと思ってこんばんはそうそうそう撮影しとったんかななんかそういう車だった撮影してる車んごさん熊野ペンライトありがとうえ撮ったことあるの <laughs> すごい <laughs> えす,ごすぎるまだあるのかなそれえっ、ー、映ったことはないな私 免許地図チ,チョイスえそうだよねえそうだよね絶対昔確かに今はすごい便利になってるけどそれがない時私どこにも行けれない気がするもん。あずめと結婚できるのでートも検索でできた。<laughs> <laughs> <laughs> そんな検索で出てきてそうじゃない自分で悩んであずみんとの結婚までたどり着くんですよ <laughs> 自分で悩んで行動してたどり着いてください <laughs> 京都行くとかそあそうなんだでも東京とかもすごそう東京難しそう東京は私あれ絶対乗れないあの地下鉄とかいっぱいあるじゃんそうああいうああいう系なんとか線とか そう1回マネージャーさんと一緒に乗ったことあるんですよ。でもマネージャーさんについて行ってマネージャーさんが乗るように自分も乗ってっていうことはあるけどもうついていってついて行っててもさもうさ女本当にこれ東京駅の中っってぐらいめっちゃ歩いて <laughs> 地下もう奥あっちの方まで行って乗ってとか乗り換えてとかっていうのをねやって。 あこれは私一人で行けないやと思った東京東京のあの地下鉄系とかなんか電車系これはこれは私はもう <laughs> 頭パンパンパンパカパンになっちゃう分かんないや一人一人では絶対乗れないやつだって思いましたねいや私は釣り込んでるからでも車乗ってたから私。 外に道端歩いてたんじゃなくて車乗ってたからあのグーグルマップの車の時だから映ってるかも車が映ってたらどうしよう「うちさん神ありがとう」「昼休みさん結婚してありがとう」うん。 いや <laughs> 初めてダイツがっきゃ魔法なんかだったえだよそうですよね絶対ねいや地下鉄は難しい原則 <laughs> で攻略できるは簡単じゃない <laughs> 複雑ですよ <laughs> 近所の商店が偶然のカメラでおった人が 背負って、え、そういう人も取ってたのかな。すご。背負って取ったりもあるんだ。車もあるし。人バージョンもあるってこと。あ、丸の内線、そう、そんな感じ。なんとか線とか。あ、現地民でも、え、そうなんだ。東京住んでる方でも。やっぱ迷っちゃうんだ。地下鉄とかって。あれはね。 分からん <laughs> 今自分がどこ歩いているのかも分からなかったもんだって歩いてと一緒にこんばんは難しい東京では絶対迷子になっちゃいますね私一回東京駅から一人で新幹線乗って帰ったことがあってそれも新幹線乗り場を間違えて あの東海の方行く東海あっちの東北の方行く方の新,新幹線の乗り口まで行っちゃって入ろうとしてもう一回一回確認しとこうと思って見たらん,んこれは違うと思って <laughs> そう東北の方東北こっち東北かそっちの方行っちゃってこれは違うぞ <laughs> と思って。 やばいと思いながらでもちゃんとした自分の乗り場も分かんなくてめっちゃ迷子っというかもうぐるぐる,ぐる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 回っちゃったそうあれね2個分かれてるのそう分かんなくてよかった確認して。 さん、アイスありがとう地下鉄もあるんだストリートゲーム家の中ありません <laughs> ありませんよかったそう仙台の方 そっっっちち行ゃうところだった新幹線はねね怖いよ、ね、乗のでも新幹線もは改札入って私まずさどこに乗ったらいいどこにいっぱいあるじゃんあれもさ何て言うの乗り場乗り場がいっぱいあるじゃんどの乗り場に行ったら私が乗りたい新幹線に行けるんだろうっていうのが未だに分かんないんですよあれどうやってわかるの書いてなくないチケットにもさ チケットにも自分が乗る新幹線も書いてるけどさその乗り場まで書いいてないじゃんあれ乗り場っっててどうやって分かるのめっちゃ <laughs> いろんな場所全部乗り場上がって一回あのか書いてるじゃん掲示板みたいなあそこの掲示板を見て時間と乗る車種っていうか車種っていうのかな新幹線の乗り物を確認して「あないなここじゃないんだ」「次の乗り場行ってあないなここじゃないんだ」って。 <laughs> やってるんですよあれわかんないどうやってさそうすんなり乗り場がわかってるんだろうみんなと思って何を見てるのあれあれめっちゃ知りたいんよねあ三級生さんあ見よう見たいなと思ってる <laughs> 三級生さんの配信ちょっと覗きに行きたいです 本もいっぱいです、そう、本の、乗り場もいっぱい。電光表示板。あるの。あ、え。でも上にさ。上に登らないとわかるのかな、乗り場の、なんて言うんだろう。その。乗り場のさ、標識があって。階段があって、上に上がって、ガタンゴトン、ガタンゴトン、新幹線の乗り場じゃん。そこにまで行かないと、分かんなくない電光表示板。そこにならあるけど。 あ改札にあるんだあ改札にあるんだえ知らんかったえっ私ちょっと知らんかった改札のところにあるんだえ今度見てみようかなもし行く機会があったらちょっと見てないんだけかもしれんもしかしたらあれね毎回あのそホームって上がって 見よった見確認してたんですよ <laughs> あれ分かんなかったえー、ちょっとち,ちゃんと見てなかったのかな私がそうみんなみんなどうしてるんだろうって <laughs> 思ってた広島駅は1個しかないからさ乗り場が。 広島駅は一個、うん、1一個しかないんですよあの新幹線乗り場が上がるこのエスカレーターで上がるのも1個のこのホームしかないからそう分かりやすいんだけど新幹線東京駅いっぱいいっぱいあるいっぱいあるから。 え見てみるちょっと <laughs> 今度行く時あったら見てみようちょっと注意注意して見てみ探してみる佐藤さん神ありがとう東京ね東京はちょっと難しい。 まだ,まだ難しいです人にき聞きながら歩かないといけない「<laughs> これはここで合ってますか? <laughs>」これはこっちで合ってますか?」って「ここに行きたいんですけどどうやったら行けますか? <laughs>」って人に聞きながら歩かないといけないぐらいまだ不安です。<laughs> 一人で自信持ってけない怖くて こんばんはあ、アプリとかでもあるんだ見れるのがなるほどね <laughs> 自分が自分が低すぎて <laughs> 自分の身長が小さすぎて 目に入らない説あでも他にもっと複雑な簡単な方なんだ東京って。えー、じゃあもう複雑なところ私行けないかもしれない <laughs>。東京で簡単だったら 難しい <laughs>。ね、え、良かったでも、解決、解決というか。別で知りたかったんです。新宿が難しいんだ新宿とか、えー。無理だ。無理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 、行けない行けない。行けない。<laughs> 行けない行けない、絶対行けない、私、東京住めない。 住める自信ないな。でもい住め住んでたらなれるのかな。こわ渋谷？へえ難しいってどう難しいの？何本も線があるとか。え分かんないね。そうちょっと想像できない。難しそう。でも乗れるようにななんかスラスラ乗れるようになったらかっこいいなと思うけど。 思うけどな克服克服してみたい <laughs> そらそらちょっと恋愛になってみたいなと思うけど、ね、恥ずかしいんだ慣れるもんなのかな <laughs> 年後ぐらい東京入っ <laughs> 大成長遂げてる <laughs> 東京楽勝ですよ <laughs> <laughs> やだなそんな2年,2年後いやヤダはないけどなんか <laughs> 確かに都会都会都会になっちゃったっねえ えー、現地集合も絶対無理絶対無理だでもね東京でねお仕事の機会が増えるとかすごい嬉しいことだけど必然的に覚えれるかなでも 東京駅とかは結構覚えれるようになりそう。よく行くのは絶対東京駅とかじゃん。一番行くのって。あんまり行く、特に行くようなところはすごい覚えれるようになりそう。東京駅の中とか。 かぶれ <laughs> あいつ止まったな <laughs> 面白すぎる <laughs> ね東京駅いやーそう普通に歩くのも地図見ないとね外歩けれないな多分普通に東京駅とかじゃなくてもある歩くのも 歩くのもちょっと迷子になりそう <laughs> ええー、そっかすごい <laughs> こんばんはねえ <laughs> やえしゅうやえしゅ乗り換えね乗り換えは難しい絶対えタクシーの話したことあるっけ私タクシーの話東京でのタクシー話初めてタクシーを止めた話あのそう 言ったことないっけなんか東京いこれは全然 s 1入る前に東京に一人で行ったんですよあるかな言ったか <laughs> <何> <laughs> ちょっと分かんないち何を喋ったか分かんないけどあのね <laughs> なんか <laughs> あのー エステ入る前に東京にね一人で行ったことがい行ったんですねでそのまあ行って帰り道その行く時はさあの乗り換えがうまくできる自信がなかったからお母さんに「タクシー乗りなさい」って言われとったんよで東京駅出たらさ改札口降りたらタクシー乗り場があるじゃん東京駅ってそうじゃっけあの。 改札、そのタクシー乗り場に行って行きはすごいあの普通にタクシーに乗って場所まで行けたんだけど帰り道はタクシー乗り場ってさその東京駅ぐらい大きい駅だったらタクシー乗り場ってあるけどそちょっと小さめの普通の普通の駅ってタクシー乗り場ってそんなおっきいタクちゃんとしたタクシー乗り場ってな,いなかったんですよねそこの駅近くの駅が。で、でもここタクシーってて書いてるけど タクシー止まってないんですよ <laughs> タクシーって書いてるけどその東京駅とかのタクシー乗り場と違ってタクシーそこに止まってなくってどうやったらタクシーで止まるんだろうと思ってそうわかんなくってでもタクシーはいっ,ぱい,来るいっぱい通ってるんですよ道路に <laughs> タクシーいっぱい通っててもう入ってないやつ入ってないあの誰もお,お客さんの乗せてないタクシーもい いいっっぱ通てるんですでもあのタクシーの止め方が分かんなくて <laughs> 初めての初めてタクシー止めた経験がなかったからたそうタクシー乗り場のところに待ってたらそう自然とタクシーは止まって止まって入ってきてくれるんだって思ってたのねタクシー乗り場のところに立ってたら立ってたらタクシーはこう入ってきてくれるんだと。 思ってたんだけどそうい一向に立ってても一向に立って待っててもタクシーはただ通り過ぎていくだけで一ななんだろう止まってくれないのそう,そうタクシーは目の前をいっぱいいっぱい通るんだけどそのタクシーが止まることはなくって「どうやって止めたらいいのこれ!」ってなって <laughs> わな「わかんないわかんないんで止まってくれないのタクシー」って, <laughs> 見て「見えてないのかな見えてないのかな?」って思いながら。 で私をお母さんにしたらそう「う手あげないと」って言って「<laughs> 手あげないとタクシー止まんないよ」って言われて「そうなの知らないよ <laughs>」そう「立ってたら止まってくれるもんだと思ってたら」そうっていう初めての東京でそれをお覚えたっていうか初めて知ったんですよ。タクシーはこうやってしないと止まらないっていうの <laughs> そう「昼休みさんバラ ありがとう。そうそうそうバスみたいに止 <laughs> まってくれると思って止まっそうももんだと思ってたら手あげないといけなかったまさか。そう迎えに来てあげた迎えに来て。<laughs> 迎えに来て <laughs> ヒロシミさんまらありがとうそう車道に飛び出して体で飛べた「<laughs> 死にません <laughs> 僕は死にません」って飛べた。 そ,うそれからそこで学んでタクシーは手をあげないと止まらない手をげないといけないっていうのを学んだからそう最近はちゃんと道端でタクシーを止める時はもう学んだことちゃんと活かしてこうやってやってる <laughs> こうやってやって止め,止めて止めて <laughs> やるようになりました成長です成長あずみん成長 日、そう一部出演一部出演なんだよクロさんペンライトありがとうバンジャラモンスターさんピカピカありがとうタクシーねタクシー事件結構あるタクシー満札ってね <laughs> やばいじゃろこうやってひらひらひら <laughs> そんな <laughs> そんな万札もう逆に止まってくれないかもよ私が万札振ってたら <laughs> なんだこの人 <laughs> ちょっと危ないからちょっと乗せる乗せるの怖いなって <laughs> あアプリね確かにタクシーアプリでもあんまりね普段乗らないからねタクシー。 リオさんペンライトくまちゃんペンライトありがとう確かにアプリは確実でアプリもこれもう学んだよね一回 <laughs> これあ、ね、話したことあるみんなにあのアプリもなんだっけななんか予約予約 の来るタクシーですみたいなやつじゃないと乗っちゃいけないんだよねタクシー呼んだ時も予約のタクシーですみたいなやつそれじゃないといけないタクシー乗る時はバブルの頃の話回すついないよ <laughs> そうなんだすごいねバブル時代 いやー、本当に降ってたんだーたさん結婚してありがとうありがとううんえー、気分的にあさってがいいな <laughs> 気分 取ってたらタクシーこうやってやってたら手あげてる止まれて面白いそれあ違いますあ電う取ってただけなんですあ三十日クワトロよろしくね嬉しい初四国頑張るでも私もタクシー一回だけそう電話で呼んだ 買い切りですね。あの経験。あんまり乗らないね。でもあんまり普段し。あ、うけれしい。二月十一日。待ってる二つ。<laughs> 嬉しい。久しぶりだね。ありがとう。<laughs> あ、そう、芸者だ。芸者事件。そう、芸者事件。あ、もう事件だよね。私の芸者事件。<laughs> 大事件すぎるあれはでもあれで学んだ芸者に予約した時は芸者に乗らないといけないっていう <laughs> そう「万で鼻をかむ」ええー、すごっ <laughs> すごい時代なんだすごいすごい時代だったんだねあお兄ちゃん結婚してありがとうえー、いやだ <laughs> こんばんは <laughs> そうなんだい,、ね、いいなでもこうやっつちょっと踊ってみたかったなバブル時代 <laughs> こんなこんなセンス持って こっって踊ってみたかったか <laughs> すごいでも楽しそうなんかバブル時代バブルのバブリーそう呼んだタクシー会社覚えてそうなんよね全然別のねタクシー会社乗っちゃったんですよその日。 呼んだのに呼んだのにただただ道を通ってるタクシーに乗っちゃってそう今日は断る日 <laughs> 今日は断る日 <laughs> 今日の休校は断りますそう今日はみんなみんなの休校も全部バッバッタバッタ断ってきました今日は マ <laughs> イナー扱い。<laughs> 大仏 <laughs>。大仏 <laughs>。<大仏笑>昭和の令和系。 公園でやる <laughs> バブリーダンス <laughs> 結婚全体にお付き合いしてくださいえ、ねえ <laughs> どうなった <laughs> 名前も名前も全部 <laughs> ねでも今日は断る日なので結婚してありがとううんじゃあもうちょっともっと もっと重たい愛を込めてプロポーズやり直し。ハリアちゃんだそんな藤井さん結婚してありがとう。うんじゃあ。じゃあ。 50年後に <laughs> 私が70歳になったら迎えに来てください <laughs>。受け入れ先を探そうとしないでみんな <laughs>。今日今日断られたから他の子に結婚してもらおうっていう考えよくないぜ <laughs>。 <laughs> そんな考えだからそんな考えくだからめったゲるんだよ <laughs> 髪上げて短くしててきな大人あっあ本当に髪くぐった方が大人っぽくなるのかなそうなんだ <laughs> おめちゃんねえ <laughs> ループダメよ <laughs> 2回目なら OK もらえるんじゃないかみたいな <laughs> お兄ちゃん結婚してありがとうどんだけプロポーズされてもいや <laughs> 終わり終わりです結婚して終わりですもうちょっとそろそろ終わろうかな配信今日めっちゃしちゃった <laughs> 今日なんか長々と。 あ明日の夜配信で誕生日の誕生日の時の頂い,いたタワーのお礼を明日の配信でしますので夜配信タワーのお礼とプラスであの普通にお話配信かなですね誕生日の日のタワーのお礼の配信しますありがとう待っててね明日 夜配信昼休みさんピカピカありがとう <laughs> ありがとうございましたでは団長を読みます13位つもさんありがとう12位ディオさん ありがとう。十一位、とっちゃんぼやさん。ありがとう。10位、かぎ37さん。ありがとう。九位、あついさん。ありがとう。八位、ラブリーテテアンドフォーィシックスさん。ありがとう。七位、なおつさん。ありがとう。六位、ウッチーさん。ありがとう。五位、ユウさん。ありがとう。四位、リモさん。ありがとう。三位、クマネパパさん。ありがとう。二位、グラファンさん。ありがとう。そして一位は、ドゥルル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 ルン。モリモリさん。ありがとう。 ありがとうございましたありがとうありがとう明日はお休みみんなお仕事かなそれぞれか頑張ろうね明日も一日 ありがとうございましたあピンクのトトロさん結婚してありがとういや <laughs> ありがとうおやすみもお仕事もそれぞれか私はおやすみだね明日はゆっくりしてね ゆっくり休んでください今日も一日 <laughs> 暖かくして <laughs> ありがとうございましたおやすみなさい頑張ろうね明日も一日ありがとうありがとうございました ありがとうありがとう明日も一日良き一日になれますように <laughs> ゆっくり休んでねあったかくしてゆっくり休んでねバイバイおやすみなさいおやすみではねーねーあずみんで終わりますせーのって言ったらねーねーあずみんって言ってくださいせーの なーにー。ありがとうございましたー。おやすみなさーい。バイバイ。バイバイ。おやすみー。